こんにちは。バスガイドぶらり旅にようこそ。さあ、今回は群馬県に来ています。群馬県は榛名山の中腹、今伊香保温泉のちょっと手前なんですけども、渋川市にある小野池あじさい公園というところに来てるんですね。今ちょうどあじさいが満開なんです。はい、20種類そして8000株のあじさい、これから見に行きたいと思います。それでは行きましょう。はい、それでは両側にアジサイを見ながら行きたいと思います。はい、下を流れている川が平沢川といいます。この小野池アジサイ公園というところは今8000株のアジサイが植えられていてね、もう渋川市を代表するアジサイの名所として知られているところなんですけれども、もともとはこの上に小野池っていう池があるんですね。この池は農水用の貯水池になってます。さあ、アジサイは6月の花です。やっぱり梅雨の時期がね、とっても綺麗なんですよね。もうここのところずっと雨だったので、アジサイも生き生きしてるんじゃないでしょうか。さあ、アジサイは土壌によって色が変わるというふうに言われてますよね。酸性が強いと青に、そしてアルカリ性が強いと赤になるというふうに言われます。昔はよく移り気とか浮気なんていうふうにね、花言葉で言われたりもしましたけれども、でも綺麗ですよね。ブルーがね、とっても綺麗です。ガクアジサイですね。もともと日本に自生していたアジサイはこのガクアジサイなんですよね。これが外国に入って西洋アジサイ、丸いアジサイが改良して大正時代に逆輸入でまた日本に入ってきたんですね。アジサイは大きく分かれて、このガクアジサイとこうした丸い本アジサイですね。はい、それでは伊香保温泉へとやってきました。ここは伊香保温泉、なんといっても伊香保といえば名物はこの石段街なんですよね。伊香保というと群馬県上州の名湯として非常に名高い温泉です。榛名山の中腹、標高800メートル前後にこの階段のところですね、ずっと両側を中心にして50軒から60軒の宿が連なっているところなんです。さあ、この伊香保のお湯というとちょっと見えますでしょうか。この茶褐色のお湯、これが伊香保の黄金のお湯というふうに言われています。さあ、この石段は全長が300メートル、400年前に作られているんですね。階段の数は365段です。さあ、この階段をこれから上がっていきたいと思います。よく伊香保のポスターというとこの石段街が出てくるんですよね。両側には温泉まんじゅうのお店があったり、輪投げがあったり、射的があったり、昔ながらの温泉情緒が味わえるところとして人気のスポットとなっています。365段の階段を上がっていくと、その上には上州で神津家の国の三宮伊香保神社があって、さらにそこから湯本通りを歩いていくと源泉の伊香保の露天風呂があるんです。さあ、それではそこまで歩いていきたいと思います。はい、まずは温泉の色よく見てみてくださいね。本当に茶色いんですよ。鉄分をたくさん含んでいるのがこの伊香保の黄金の湯なんですね。湧き出してきた時には無色透明なんですけれども、空気に触れることによって酸化をし、この赤い色に変わるんですね。昔から伊香保温泉はタオルをつけるとタオルが赤くなるというふうに言われた黄金の湯として知られています。湯気が上がっているの見えますか。触るとね、そんなに熱くないんですよ。結構ぬるめなんですけどもね。はい、もともと源泉湧き出しているところが、43度とか4度とかそのぐらいなんですよね。さあ、今ここにね、伊香保温泉これより石段365段と書いてあります。もともとはね、360段だったんですけれども、
その通りの上から始まっていたんですよ。それをですね、平成22年に改修をして、この下から道路のところからね、階段が始まったんですね。全部で365段になりました。これは1年365日を通して伊香保温泉の下街がにぎわうようにというふうな願いを込めて365段にしたんだそうですよ。さあ、それでは皆さんも一緒に上がっていきますよ。さあ、階段を歩いていくと、今下から何段目かっていうのがね、この階段のところに出てるんですね。今365分の38段目に来ているところです。さあ、もともとの石段はここから上にあったんです。そしてここが伊香保の関所なんですね。ここは三国街道の裏街道にあたったために、伊香保には口止め番所といわれる関所が置かれたんです。現在その当時のものが復元されています。さあ、そしてこちらが公共の温泉なんですね。石段の湯というふうに言います。ここには茶褐色の黄金の湯が源泉 100% で入れる温泉なんです。日帰りの温泉です。風鈴の音色がとってもいいんですよ。ちょうどほおずき市過ぎたばかりなので、ここにほおずきと風鈴が飾ってあるんですね。夏らしくていいですね。さて、ここに見えてきたのが千木良神泉亭。さあ、今ではもちろんね、建物は新しくなってますけれども、創業は西暦1502年。すごいですよね。今から500年以上前、室町時代に創業というですね、歴史のあるお宿なんです。はい。で、こちらの伊香保温泉、第11代の水仁天皇の頃に温泉が湧き出したというふうに言われていて、2000年の歴史がある温泉なんです。そして温泉のお宿はこうして室町時代、そして戦国時代にできたお宿も多いんですね。そしてこちらのね、石段街、ここも戦国時代に作られたというふうに言われているんです。なぜ戦国時代なのかというと、天正3年、武田勝頼と織田信長、徳川家康の合戦、長篠の合戦、ご存知でしょうか。傷ついた兵を武田勝頼はこの地を治めていた真田昌幸に、ここに温泉街を作って整備をするように命じたんですね。そしてここに療養場所を作ったんです。この時にできたのがこの石段なんですよ。そこから400年以上の歴史があるということになります。そして勝頼がね、整備を行ったその前からあるお宿というのがこの千木良神泉亭なんですね。明治の文豪として知られる徳富蘆花、ご存知でしょうか。徳富蘆花はですね、こよなくこの伊香保温泉を愛し、このお宿を常宿としたんです。たびたびこの伊香保に来て、そしてホトトギスという作品、代表的なものなんですけれども、この伊香保を舞台に書き上げているんです。そしてこの千木良神泉亭で亡くなっているんです。離れにいつもね、お部屋を借りてまして、離れは移築をして、この下に徳富蘆花記念文学館として利用されています。さあ、歴史のある千木良神泉亭の前を通過していきます。はい、それでは石段見てみてください。こっからがね、また石段に趣があるんですよ。いいですよね。はい、じゃあ行きますよ。見えてくるのは湯の花まんじゅうという看板とか、射的、輪投げなんていう看板も見えてくるんですよね。この先どん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 と階段の幅が狭まっていきます。さあ、ここまで上がってくると、そこにガラスケースのように見えているの分かりますでしょうか。駒口観覧所って言うんですね。さあ、ちょっと覗いてみてみてください。温泉が、ちょっと雨が降った後なので、ちょっと濡れてて分かるかな。温泉がね、ゴーゴーと流れているのが分かりますか。だいぶね、茶色くなってる感じが見えますよね。この駒口観覧所っていうのが、こちらの石段には全部で4箇所あるんですけども、この上の源泉から温泉を下に落としてきてるんですね。
戦国の時代からお湯の権利を持つ宿っていうのが決められていたんです。ここを通してきて、この駒口のところで各旅館へと温泉が分かれて流れていってるんです。江戸時代には小金の湯を引く権利を持つ12の宿は大屋と呼ばれて、それぞれに12種の江戸が名付けられました。現在では宿のあったところに江戸のプレートが記されています。はい、それではまた階段を上がってくると、ここ与謝野晶子の伊香保の町と書いた歌が階段に刻まれているのが見えますでしょうか。現在の階段は昭和55年から5年かかって、今作り直したものなんですね。御影石が使われています。そこに刻まれたのがこの伊香保の町という与謝野晶子の歌なんですね。さあ、その横には我が国温泉都市計画第1号の地と書いた看板がそこにあるんです。先ほどお話ししましたように、戦国時代に武田勝頼に命じられた真田昌幸によって日本で初めて温泉計画が作られたというものなんですね。後ろ側に岸権というお宿があります。ここもですね、非常に歴史の古いお宿なんですよ。岸権さんはですね、天正4年に創業を開始しています。天正4年というと、ちょうど勝頼が温泉街を形成した年、その年が天正4年なんです。今から440年以上前なんですね。まあ、そこから続いているのがこの岸権さん。もちろんこちらの岸権さんも小金の湯を源泉 100% かけ流しで入ることができる権利を持ったお宿です。さあ、今ちょっと終了してますけどもね、ここには足湯があるんですよ。今ね、抜いちゃってあるんですけどもね、ちょうど温泉の吹き出し口のところに辰の湯って書いてあるの分かりますでしょうか。江戸時代にそれぞれの12の権利を持った宿が江戸の名前をいただくんですが、岸権さんは辰というふうに呼ばれていたんですね。はい、岸権さんの前にも駒口観覧所があります。ゴーゴーと温泉が流れているのが見えますでしょうか。さあ、それではまだまだ階段は続きます。今365分の219段、はい、まだまだ上がりますよ。はい、263段階段上がってきました。ちょっと振り返ってみるとね、景色がいいんですよ。上から見るこの石段階もとってもいいですし、小持山が見えてるんですね。結構梅雨のこの時期なんですけども、雲が高いので後ろの山並みもね、ちょっと見えてきてるんですよね。はい、いよいよ階段も大詰めになってきましたよ。もう上のところに、ね、鳥居が見えてるの分かりますでしょうか。はい、石段街の上にあります伊香保神社ももう間もなくです。はい、それではあと少し上がりますよ。ついてきてくださいね。さあ、今まで両側にたくさんの温泉まんじゅう屋さんありましたよね。伊香保では湯の花まんじゅうと呼んでいるんですが、そのおまんじゅうの温泉まんじゅうの発祥地がここなんです。松月堂さんなんですね。まだ早朝なんで閉まってますけれども、この松月堂さんが全国の温泉まんじゅうの発祥地と言われているところなんです。どういうことかと言いますと、明治43年に半田正造さんという方が東京の風月堂で修行してこちらに帰郷してきたんです。で、土地の権力者が伊香保温泉に何かいい名物を作ってもらえないかということで、正造さんが一生懸命考えたのがあのおまんじゅうなんですね。この伊香保の湯は黄金の湯です。ですから茶褐色のまんじゅうを作ることができないかということで、黒砂糖を作って茶色い皮のおまんじゅうを作ったんです。これを湯の花まんじゅうというふうに名付けてこの伊香保で売り出したんですね。なぜこれが全国的に有名になったかというと、昭和9年のことなんです。こちらの群馬県で陸軍の特別大演習が行われた時に、昭和天皇がこちらにいらしたんです。そしてその際にこちらの湯の花まんじゅうを2円分
お買い上げになられたということなんだそうです。当時の2円いくらぐらいだと思います？今でいうとだいたい5000円ぐらいなんだそうです。結構な量ですよね。それがニュースになりまして、全国の温泉にこの茶色いおまんじゅうが広がっていったということなんだそうです。ここが発祥地というふうに伝えられています。さあそれではあと少しです。神社まで頑張って上がりましょう。もうちょっとです。行きますよ。さあ今ちょうど365段分の300段上がってきたところです。結構ね、間々に踊り場がたくさんあるので、365段といってもそんなにきつくはないんですよね。日本三大石段となっているのがこちらの伊香保の石段街なんです。日本三大石段というのが、あの香川県のこんぴら山、そして山形の山寺、そしてこちらの伊香保の石段というふうに言われています。まあ、ここが一番段数的には少ないところですよね。もうこんぴら山と山寺は本当に大変ですけれども、こちらはなんとか話しながら、間もなくクリアができそうです。はい、それでは365段の一番上、365段到着です。お疲れ様でした。はい、それでは365段の伊香保の石段を上がってきて、石段の上にあるのがこの神津の国の三宮伊香保神社です。古くから愛されてきたこの伊香保神社、やっぱり伊香保温泉に泊まった方は湯上がりにね、また朝にこの辺りを散策してお参りに来られるところなんですよね。さあこちらの御祭神は大名口の命と宿儺彦名の命というお二柱がお祭りされているんです。温泉と医療の神様というふうに言われています。やっぱり温泉療養ということなんですよね。他にも縁結び、そして子宝にもご利益があるというふうに言われています。やっぱりね、伊香保のお湯っていうのはとっても体が温まるんですよ。ですから特に婦人病にもいいって言われてるんですね。そこから子宝にご利益があるというふうに言われています。また縁結びなんですけれども、大名口の命というね、こちら祀られている神様なんですけど、ご存知でしょうか。あの出雲大社の大国主の命のことなんですよ。大国主の命はですね、なんと奥さんをたくさん一夫多妻制で持っていて、180人以上の子供を作ったというふうに言われてるんですね。すごいです。そこから縁結びというふうにも言われて、また子宝とも言われてるんですよね。はい、それでは神社お参りの後はですね、神社の裏手を回って湯本通りに入り、この伊香保温泉の源泉へと向かっていきたいと思います。はい、それではですね、湯本通りだいぶ歩いてきました。こっちまでずっと階段がなくて、ただひたすら歩くだけの感じなんですけれども、緑がね、綺麗になってきましたよ。そしてこの緑の中に朱塗りの橋が今手前側に一つ、そして奥にももう一つ見えてますよね。奥の橋が梶賀橋といって、これが伊香保の紅葉の名所になっているところなんです。毎年10月の下旬から11月の上旬にかけて、周りね、全部もみじ楓なんですよ。真っ赤に染まるんです。今のこのコントラストもとっても綺麗なんですけども、紅葉のシーズンにはライトアップされるので、ものすごい人になってくるんですよね。伊香保の名所の一つになっているのがこの梶賀橋というところなんです。なんとこの梶賀橋、ある映画のモデルになってるんですけど、ご存知でしょうか。あのジブリの千と千尋の神隠し、湯屋の前にかかっている赤い橋は、この橋がモデルになっているんですよ。ねえ、もう緑の葉っぱと朱塗りの梶賀橋、とっても絵になりますね。下を流れているのは湯沢なんです。見るとね、茶色いお湯が流れてるんですよ。まさに温泉が流れているんです。ぜひぜひちょっと覗いて見てみてくださいね。もう湯の花がね、こびりついて
全部が茶色く見えてるの分かりますか？すごいですよね。はい、伊香保温泉の、はい、飲泉所にやってきました。見えます？伊香保温泉飲泉所。さて、源泉から湧き出している温泉をここでいただくことができるんですよ。飲める温泉なんですね。それではちょっと来てみてください。さあ、ここに温泉と水の湧き出し口があるんですね。温泉と水2つ湧いてるんです。普通だったら温泉だけでいいじゃないですか。でも水も湧いてる、まあ、水も出ている理由っていうのが、飲んだことある方はご存知かと思うんですけども、ものすごい鉄分が強いんですよ。私もね、ちょっと挑戦はしたいなと思うんですけども、前に飲んで飲み込むことができなかったんですね。すごいんですよ。あ、でもね、とっても気持ちがいいですね。あったかいです。お風呂に入るにはちょっとぬるめのお湯ぐらいな感じなんですけれども、あ、気持ちがいいですね。でもこうして見るとなんとなく無色透明な感じなんですが、赤いお湯なんですよ。黄金の湯です。あー、すごいサビの匂いです。これやっぱりこれは水がないとダメですね。うん、あ、水も結構サビ臭いです。もう手がサビ臭いでしょうね、きっとね。いやいや、ぜひ一度来て皆さんご自分でお試しになってみてください。一度試してみていただきたい陰線です。でもね、体にはとってもいいんですよ、ね、ここは痛風とかアレルギーにもいいんだそうです。あと肥満にいいということですから、できれば私もごくごく飲みたいところなんですけども、ちょっとごめんなさい、なかなかこれは飲めないですね。はい、それでは飲泉所を出てきて、いよいよこれから源泉です。もう沢のですね、とっても音も爽やかですし、苔むした、ね、石垣もいいですよね。緑もとっても綺麗です。さあ、なんとなく武家屋敷っぽいような風情が出てきましたよね。この中が源泉の伊香保露天風呂なんです。もちろんですね、駒口を通って各温泉に引かれている黄金の湯もとってもいいお湯なんですけども、ここは湧き出しているところですから、一番やっぱり成分が強いところなんですよね。はい、ここは露天風呂ですから日帰りの浴場になっていて、もちろん誰でも入ることができます。さあ、到着です。まだ早朝なのでのれんも出ておりません。通常だとここに藍染めの露天風呂っていうね、のれんがかかっているんですけどもね、はい、まだやってません。はい、そしてこちらに来てもらうと、ここが伊香保の2号源泉なんですよ。伊香保温泉のお湯は毎分ですね、毎分4000リットルのお湯が湧き出しているんですよ。1分間に4000リットルのお湯がコンコンと湧いている中、ここの2号源泉は1分間に1400リットルのお湯が湧き出しているところなんです。見えますか？無色透明なんですよね。空気に触れるまでは透明なんです。どうですか、こっちからのが見えるかな、どうですか、見えます？これ1分間にね、1400リットル湧いてるんですよ。すごいですよね。2000年前から湧き続けるっていうのはすごいことですよね。で、これが黄金の湯なんですけども、黄金の湯だけではもう50軒から60軒ある温泉旅館では足りないということで、平成8年に温泉が開発されました。これが無色透明のお湯なんです。白銀の湯というふうに言います。まあ、ですから今伊香保温泉はこの黄金の湯と、そして白銀の湯と2種類あるということなんですよね。さあ、そしてですね、あちらにちょっと今度は目をやっていただきたい、ベルツ博士です。はい、ドイツの医学者の方なんですね。明治の初めに明治政府に呼ばれてこの日本へとやってきます。で、
東京大学医学部の前身である東京医学所で医学を教えるんですね。そして何よりも温泉療養を推進した方なんです。ここ伊香保、そして草津温泉、このベルツ博士は日本の温泉医療の父というふうに言われている方です。はい、いかがでしたでしょうか。今回は伊香保温泉の旅をお送りしました。下から石段365段上がってきて伊香保神社をお参りして、そして伊香保の露天風呂源泉までやってきました。結構下からずっと上がってくる感じで、動画が動いてたので大丈夫でした？見えました？酔ってませんか？はい、それでは今日はこちらでお別れになります。また見てくださいね。さようなら。